美濃和城は群馬県高崎市三里町にあった日本の城で国の史跡に指定されている日本百名城の一つ。美濃和城は春名白川によって削られた貸し団球にはしご角式に車が配された平山城である。城の西には春名白川、南には春名沼があり、両者が天然の堀を形成していた。城地は 東西約500メートル、南北約1100メートル、面積約47ヘクタールに及ぶ広大な、ものであった。現在に残る遺構として、石垣、土塁、空堀の跡が認められる。永昇9年戦国時代中期、当地を支配する長野市の長野行なおによって築かれた。また、大英六年行、なおのこの新行によって築かれたという説もある。新行の第2は、 守護大であり、山内火災の白井、宗者長尾氏を凌駕する勢力を持っていた。戦国時代の上野には、関東管理山内上杉家が存在したが、永六元年、上杉憲政が越後へ亡命した後は、相模を本拠とする、北条氏康、甲井の武田信玄、越後の上杉正虎が信仰を繰り返す場であった。このような中で、信行の子、長野成政は、 上杉氏の後ろ盾を得て、美濃は衆と呼ばれる、在京武士団をよく束ね、名君と歌われて、長野市前世時代を築き、最大の半島を有するに至った。成政の第にはまた、武田信玄の侵略がたびたび繰り返されたが、これをよく退け安定した地位を保った。A64 年11月、長野成政が没すると14歳で、この長野成森が家督を継いだ。 長野成政は臨終に際し、我が葬儀は不要である。菩提寺の長年寺に埋め捨てよ。とぶらいには墓前に敵兵の首を一つでも多く並べよ。決して降伏するべからず。力尽きなば、城を枕に打ち死にせよ。これこそ、高徳と心得るべしと伝え、その死は長らく秘匿された。しかし、成政の死を知るや武田信玄は再び西上野への進行を開始した。 近隣の城を落とし、また調略を仕掛け寝返らせていった。A68 年頃には、美濃和城は孤立していき、A69 年、武田軍は美濃和城への総攻撃を仕掛け、頼みの上杉謙信の援軍を待たずして9月下旬には、ついに落城し、長野成盛森は自陣して果てた。美濃和城は、武田氏の上野経営の拠点と位置づけられ、有力家臣である、甘利正ただ。 真田幸ユキタカ、アサが、城代に任じられる。元気元年頃には、内藤正豊が城代となり、天正三年長篠の戦いで、内藤正豊が討ち死にすると、その子、内藤正月が、城代に任じられた。天正十年二月の天目山の戦いで、武田氏は滅亡すると、織田信長の家臣、滝川和正が、上野一国を廃領し、三の和城を接収、接集。 ついで、馬屋橋城に入った。内藤正月は、近隣の領主と共に、これに従っている。しかし、同年6月2日、信長が、本能寺の変で倒れると、北条氏政とその子、北条氏直の大軍が、上野国に侵攻した。同年6月18日、19日、北条氏が、神奈川の戦いで数増を破ると、内藤正月はこれに不り、 北条氏政の弟、宇治国が美濃和城に入城した。天正18年、豊臣秀吉の小田原征伐の際に、美濃和城は、前田敏家、上杉継承連合軍の攻撃により解城した。この年、徳川家康が関東に入報し、美濃和城は十二万国をもって、良い,い直政に与えられた。直政は美濃和城を近代城郭に改造したが、 慶長三年高崎城に違法され、それに伴って、美濃和城は、廃城となり、84年の歴史に終止符を打った。1987年12月17日、国の史跡に指定された。2006年4月6日、日本百名城に選定された。なお、現在城門が復元された。城下町は、雰囲気は現存しているが、商店などは少なく、歓声な雰囲気である。 井出経由の系統に乗ると、三輪城から遠い場所を通り新島村へ入ってしまう。浜川経由、沖経由への乗車を推奨。西明屋の多くの地名は、三輪城廃城後に移転した先の高崎城下でも使われている。西明屋の城下には語り手たちによって建てられた看板がある。そこには各地名と由来が書かれている。ありがとうございます。